3、2、1。皆さんこんにちは、一岡元気です。そして愛知です。いやかっこいいですね。ありがとうございます。白衣も似合いますね、めっちゃ。本当ですか、うん、今度僕の白衣も作ろうと思ってるんで、今。本当ですか。ちょっとオリジナル白衣今度着てください。あ、本当ですか。よし、ぜひプレゼントしますので。よし。この間トークショーをね、一緒にやりましたよね。それ出させていただいて、ね、YouTube をね、教育に使うにはとか、今後の教育はどうなっていくのかみたいな話をしましたよね、はい。やっぱりたくさんの方が最近勉強するために YouTube を見てくれて、すごいありがたいですよね。増えましたね。増えましたよね。やっと増えてきたなっていう感じですけど、もう僕もどんどんね、教育系のはやっていきたいなと思うんですけどね。ぜひ自分も頑張ります。ぜひ3000本目指して、まずはね、ハイチさんに追いつこうと思います。逃げますね、自分は。そうですね、まだね、50本くらいかな、そんなに上げてないかな。2950本ですね。無理ですね。そこは勝てるより頑張ります。ということで、今日もじゃあ理科の実験をやっていこうと思います、はい。なんかマフマフさんみたいですね。自分人生初黒マスクっすわ。ではね、実験していきましょうか、はい。今回はですね、炎色反応の実験をしていこうと思います、はい。こちらにね、薬品をいくつか用意しました、はい。あれですね、語呂合わせで覚えなくちゃいけない。そうです、私がやる前に心くじけたやつです。そうなんですね。この時化学くじけて、はいはい、そこをやったから記憶ないんですよね。そこからもう心は物理に似てたので。そうなんです。ちょうど記憶にないところですね。そうなんです。でも、まあ、受験で使う人は覚えなくちゃいけないところですね。そうですね、はいはい。ということで、じゃあお願いします、順番に。え、見ていいんですか。どういう語呂合わせでしたっけ。あと、リアカーなき軽村、動力借りるとするもくれない馬力で行こうなのかな。リズム的に合ってるのかな、ね、はい。何言ってるのかも分かんないけどね。ちょっと俺キョトーンでした、すいません。リアカーなき、そうです、リチウム、ナトリウム、カリウム、銅、カルシウム、ストロンチウムで、バリウムですか、ね、バリウムですね、の塩化物を用意しました。金属って炎で、まあ、熱を加えるとエネルギーがね、はい、色に変わるということで、炎色反応って呼ばれてますね、はい。ただの普通の炎の色じゃなくて、カラフルな色が出る、花火とかに使われてますよね。そうですね、はい。でよく語呂合わせで出るんですけど、はい、本当にそんな色が出るのかやってみたいと思います、はい、はい。で金属を熱したりして色を見たりもするんですけど、はい、大抵は塩化物を使ったりしますね、はい。アルコールに溶けやすいので、はい。じゃあこれをね、まずアルコールに溶かします、はい。メタノールですね。なんか最近メタノールをね、消毒用に使ったりする人もいるらしいんですけど、へ、エタノールはエチルアルコール、消毒用のやつですね、はいはい。メタノールはメチルアルコールって言って、はい、なんか昔から目が散る、なんか失明するみたいに言われてて、あ、そう、とても毒性があるんですよね。よくないんですね。そうなんですよ。あ、そうなんですね。そうなんですね。ちょっと気をつけていただきたいですね、はい。燃料用アルコールとかメチルアルコールは使わないように、はい、はい。はい、じゃこれをちょっと溶かしてもらっていいですか、はい、その目の前のやつ で、この炎色反応って有名じゃないですか、はい。自分実は本と か、はいはい、なんか YouTube の映像わかんないですけど、はいはい、見たことあるんですけど、自分やったことないんですよ、はいはい。あ、確かになかなかやんないですもんね。まあ、正直アルコールとか使うから、火使うから危険ではありますよね。お家でやるには危険なんで、はい、伊藤くんはね、お家でね、アルコールで火つけようとしてね、お布団燃やしたんですよ。メタノールをめちゃくちゃ買いだめて、お家で火使ってたらお布団燃やして、もうお母さんから火は使わないでくれって言われて怒られたんでね。マジですか。石炭をどうにか燃やしたくて、いろいろ石炭をね。それいつの話ですか。それは去年の冬。去年布団かぶせてもう死に物狂いで消しました。大丈夫だったから笑いますけど、マジで危ないやつですよね。しかもなんかすごいエピソード入ってきますね。なのでちょっとね、燃えるものは遠くに避けてみましょうか ね、 あとね、消火器ですね。念のためにね、念のためですよね。そう、俺の心の準備が必要とかそういうわけじゃない。そういうわけ、全身燃えるわけじゃない。大丈夫です、多分今のところは。先輩怖いですマジで。電気を消さないとね、あ、そうですね、炎の色あんまり見えにくいので、はい、電気消しましょうか、はい、はい。で、じゃあ順番につけていきましょうか、はい。
そう、最初はねブルーっていうのは、まあ、メタノールの色ですね。あ、そうなんですね。はい、でちょっとメタノールが、薄くなってきて、はい、リチウムがね燃え出すと赤くなってくるはず。本当だ、下の方が赤くなってきましたよね。ね、来ましたね。次はナトリウムがリアカーなき黄色になるでしょうか。お、リチウム赤いですね。ね、ちょっと黄色になってきましたね。うわ、じゃあちょっと他のやつも入れていきましょうか、はい、リアカーなきケイムラ、ケイムラカリウム、紫ですかね。ケイムラ、覚えてないや、うん、ね、この紫は難しいんですよね。本当になかなか紫色が出なくて。緑ですね。銅、緑、緑、銅は緑。でも青みがかって紫、これと比べると紫ですよね。ちょっと青みがかってますけど。あ、確かに確かに。この後緑、ちょっとすごい緑が出てきます。で、はい、大丈夫です。はい、はい、あ、すごい、気づいたらね。いきますね。はい、色がついてだいだい色になるのか。ちょっと次のもいっちゃいましょうか、はい、次がストロンチウムがくれない。お、早っ、はい、でラストが馬力でいこう、馬力でいこう、はい、バリウムが何色ですか。黄緑、黄緑になるのか、はい、あ、本当、急でしょっと。それにしても鮮やかですね。ですね、銅よくわかんないことになってですね。塩化銅めっちゃ元気なんですけどね、うん、すごい、すごいな、銅パチ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 。じゃあちょっと僕が前からやりたかったのがあるんですよ、はい、僕がというか伊藤くんが前からやりたかったやつがあるんですよ。あの魔法陣を炎で作りたいというの、お、ちょっとねやってみたいと思いますよ。いいす、ね、せっかくなんでうまくいくかわかんないですけど、はい、せっかくなら銅の色で、でちょっとね赤入れてやってみたいと思いますので、はい、ご協力お願いできますか。ぜひぜひお願いします、はい、はい、準備できました、はい、ね、黒マスクに白衣で魔法陣、魔法陣でこのしかも黒い液体を垂らしていくと、はい、やばそうですね。これは何を召喚しましょうか。何を、悪魔系ですか。そうですね、ちょっと楽しみですね。そうです ね、 ね、どうなるのか、ま、安全にやっていきましょうね。はい、お願いします、はい、じゃあちょっとこの塩化銅の液体なんかすっげえ黒いんですけど、はい、これをこの魔法陣の溝にちょっと垂らしていってもらっていいですか。了解です。では、ではいきます。3、2、1。おお、おお、おお、何が出てくるかな？自分が。これなんでこう中心になんか集まってる感じなんですかね。こう確かに、いや、なんか召喚されるんじゃないですかね。本当に本当に出てきそうですね、うん、中心からなんか出てきますよ、これは。映ってる絵がやばいですね、うちらの中から。まあ、サイエンスアートですね、すごい、すごい、バッチリうまくいきましたよ、これ。すごい、綺麗。これはなんか、剥がれんって感じですね。錬金術、錬金術で効果交換できますかね、うちら。本当に、じゃあタイトル錬金術やってみたにします。いや、すごいっすね、これ。すごかったですね。ね、すごいっすね。いや、面白かったですね、はい、なんかがきっと舞い降りたことでしょう、ね、実験大成功です、はい、次はね、はい、これをもっと巨大なものにして皇帝に魔法陣の炎を描いてみたっていうのをやってみたいんですけど、でも発想がね早いっすね。こっから皇帝に行くんですね。もう、まあ、このサイズじゃなくてもうちょっと大きいやつをやって、はい、この真ん中に立ちたいじゃないですか、こうやって。それ見たいっすわ、魔法陣の真ん中に。それ見たい。ちょっと今度大きいのもやりたいと思います。あ、ぜひぜひ。はい、僕ですね、はい、最近3月くらいからですね、まあ、学校が休みの人たちとかいると思ったんで、うん、ちょっと家でも勉強できるような動画を上げ始めてるんですね、はい、でやっぱハイチさんの動画でもちょっと参考にさせていただいて、勉強になるのもちょっと
上げていきたかったので、はい、参考にさせていただいたんですけど、はい、ちょっと今後も何かあったらちょっとご相談いただけないですか。全然そんな立場じゃないですけど、いろいろと例えば中学生に人気の実験とか教えていただいて、はい、それを動画にするとかやりたいなと思ってるんですけど、はい、いやぜひぜひこちらこそぜひこれからも教えてください。はい、よろしくお願いします。僕あの科学のディズニーランドを作ろうと思っていて、はい、まあ、以前からねちょっといろいろご相談したり話したりしてたりしたんですけど、はいはい、ディズニーランドみたいに楽しくて遊んで帰ってお家に帰ってみたらあ勉強になってたみたいな場所があったらいいなと思って、はい、そういうのを作るのを目標にしてるんですよ、はい、でもしちょっとできた時にはハイツさんに何かご協力いただけたりしないでしょうか。あぜひ自分でよければ。あ本当ですか、はい、じゃあちょっと YouTube の勉強の間とかね作ったりとかね、はい、楽しく学べる場とかね作ったりとか。あぜひぜひ。その時、はい、魔法陣で召喚していただければ自分来ますんで。あわかりました。ちょっとじゃあここにねもうちょっと改良して完全に召喚できるようにします。はい、お願いします。はい、はい、ということでね本日の実験いかがだったでしょうか。とある男が授業してみたというね、はい、ハイツさんのチャンネルの方でも僕実験やってますのでぜひチャンネルの方を見てみてください。はい、あとねツイッター、TikTok、Instagram やってますのでねそちらの方の登録もぜひお願いします。